今日未明、愛知県大府市の駐車場でアルバイトの男性に対して十数回蹴るなどの暴行を加えたとして男性の勤務先の社長の女が逮捕されました。男性はその後死亡が確認されました。傷害の疑いで逮捕されたのは専業卸売会社社長の武藤美幸容疑者です。警察の調べによりますと、武藤容疑者は愛知県大府市旭町の駐車場に止められた車の中で、知多市に住む増本春彦さんの頭や腹などを十数回にわたり足で蹴るなどの暴行を加え怪我をさせた疑いが持たれています。増本さんは病院に搬送されましたが死亡しました。女はこちらの駐車場に車を止めたということです。その後男性を呼び出し車内で口論となりました。調べに対し武藤容疑者は間違いありませんと容疑を認めていて、動機について増本さんの勤務態度への不満や金銭トラブルがあったなどと話しているということです。警察では日常的に暴行があった可能性もあるとみて事件の経緯について詳しく捜査を進めています。